どう？指長、親指長すぎたかもしれない。指が長いわこれ。これチョコ書いたつもりなんだけど、チョコになってる。いくよ。ほら高評価だ。YouTube のあの高評価。はい、間違いしました。もずく農園、縄張りバトルですね。よろしくお願いします。そうです。今日は2月14日のバレンタインデーの日なので、男の子がね、女の子から告白されたり、チョコをもらったりととても、いやらしい日だと思うんですけど、まあ、私、うなぎはですね、家を出ることがなかったので、チョコね、100個ぐらい欲しかったんですけど、もらえませんでした。はい、出していく。みんなここ高評価。みんなここ高評価。ここみんなここ高評価。そう。俺はチョコはいらない。チャンネル登録、間違えた。高評価が。チョコの代わりに、超評価。混ざっちゃって、もう訳わかんなくなっちゃってるんですけど。高評価をいただくためにやってきました。高評価書くのちょっとうまかったです。ちょっと練習したんですけど。はい、倒していくー。おっと、出てきたね。敵が降ってくるけど。またさっきと同じですじゃないか。お前、ローラー、お前さっきと同じ死に方したぞ。危ない。待って、なんかジャンプしに来たの、どれ？これか。こっちか。え、消えた？あ、やってくれたのかな？わかんない。あ、でもなんか自分入ってるよ。なんか来てるよ。よし、とりあえず倒して。うん、倒していくー。いいねー。人生で一度だけ手作りチョコもらったことあるんですけど、とても美味しかったのと、あとお父さんと一緒に食べたのですごい恥ずかしかった思い出があります。8歳ぐらいの時だね。ちゃんとホワイトデーでお返しもしてました。よっと倒していく。オッケー。お、どう今の。ぶっちゃけ敵見えませんでしたからね、俺。ボムをチョコのように投げていく。おっと、逃げろ。味方がやられました。これはボムを置いといて、上から来るな。来てるけど、これは俺届かないな。チョコっていろんな種類あるけど、みんな何が好きですか？個人的には一番ミルクチョコレート、ただのチョコレートが好きなんですけど、人によってはビター、ちょっと苦めのビターだとか、甘めのホワイトとか好きな人が、まあ、ちょいちょいいるんじゃないでしょうかね。この長い射程ちょっとやばいな。これやばい。これやばい、どうしよう。なんか自分から来てくれた。何ロッキー。あ、でもみんなやられちゃってる。インカムあげよう。真ん中取り行こっか。いや、自分入ってるから。これ上の敵いるのは知ってるんだけど、これ無視して敵陣地行こう。これ敵の陣地塗れば敵、あー、でも自分めっちゃ塗られてる。これやばいな。うわーん、勝ったー。よかった。全員が一気に低評価するとこだった。危ねえ。ドーン。どう、楽しかった。普通に